はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、先日私が投稿したブルーアイズゴレンダデッキ、見ていただきましたでしょうか。スプライトスプリンドっていうモンスターが爆誕したことによって、マスターデュエルで、なんかありえないソリティアが発生するんですけども、このゲールドーラっていうモンスターをね、使うと、儀式モンスターは何でもいっぱい並べるっていうね、そういう、まあ、ギミックなんですよ、これ。スプライトスプリンドとエルフで、ゲールドグラを落としてから蘇生してゲールドグラの効果を使って無限に、まあ通していくっていう で儀式モンスターめっちゃ並べるっていう、まあそういうデッキあったんですけども、ブルーアイズを5体並べた結果、バカ負けまして、なんかブルーアイズだとね勝てなかったんですよね。効果の対象にならず、効果では、破壊されないみたいなモンスターなんですよ、カオスマックスってね。これやっぱね、この体勢ではやっぱダメ、妨害しないと。結局相手のカードを妨害しないと遊戯王ってのは勝てないわけですよ。というわけで私はね気づきました、最強モンスター何を並べればいいかと。じゃあゲールドグラで儀式モンスター、ゴルフボールだよね。いやゴルフボールでしょそりゃ。パーフェクトデクレラーっていうモンスターと、このアルティメットデクレラーっていうモンスターなんですけども、天使族モンスターを捨てると、なんか相手のモンスターの効果、魔法トラップカードを無効にしたりとか、無効に破壊したりとか、あと相手がモンスターを特殊召喚する際にそれを無効に破壊したりとかっていう、こういう動きができるんですね。はい、なのでこれを5体並べます。今回はブルーアイズ5体並べても勝てなかったので、パーフェクトデクレラー3体とアルティメットデクレラーを2体並べます。まあ、要するにデクレラーを5体並べるってことですね。勝てるでしょそりゃ、当たり前に。だって全部向こうにできるもん、相手のカード。はい、というわけでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。このギミックマジで何でもできるな。なんかマジで儀式モンスターのギミックだったらほんと何でも出るぞマジで。多分アモルファクターみたいな、なんかいたよな、なんかメインフェイススキップするみたいな、なんかあれスキッパーいるからさ、あれもいけんな多分。メインフェイズ2スキップする儀式モンスターいねえかな。そいついたらメインフェイズ1とメインフェイズ2スキップ。そしたらもうなんかゲールドグラ成立からはもうターンスキップ確定みたいな話なんだけどさ、まあいいか。皆さんにはですね、このクソギミックをね、これねマジ可能性無限だからご紹介しておきたい。まあ、戦速レベル4モンスターを口頭儀式で送ってから、まあ、とりあえず魔剣銃バトスバスターを特殊召喚していくと。で、ま、バトスバスターで魔剣カードをサーチしまして、マフティアルで、マフティアル効果で、召喚権増やしますの効果ね。で、マフティアルを召喚する。マフティアルを召喚すると自分の墓地の、通常モンスターを蘇生できるので、これアックス、まあ、アックスレーターじゃなくていいよ、まあ、適当ななんかモンスターを特殊召喚すると。で、2体で、まず戦士族を作ります。はい、これでマフティアルとバトスバスターで戦士族でですね、はい、こうしまして、そうすると戦士族2体になるんでイゾロデが出せますということで、これだけでコンボパーツが成立すると。これゲールドクラオア、創造の代行者ヴィーナス、オア、デクレラディバイナー、これが全部いけます。はい、1枚書道が全部で9枚入ってるんで、デッキの中にまあ結構引けますね。74% ぐらいで引けるんで、かなり確率は高いです、これ成功する確率は。でですね、サイキック族モンスターにしないといけないわけですよ、ゲールドグラの効果を無限に使うにはね。なので、リプロドックスを出しまして、でリプロドックスの効果を起動するとリンク先の、モンスターが、サイキック族になりますということで、ここでサイキック族にしたこの虫にこれを装備するともう無限回、無限ループ達成、無限ループね、無限ループ。あとはこのサイクレームロードオメガで、なんかそのアークデクレラとか、まあ、好きなカード何でもいいけど、好きなカードを戻して一生ね、一生戻し続けて、でなんかそのコンポパーツを拾い続ければいいだけ。これがですね、最新版スプライトスプリントが実装されたことによって成立するようになった、地獄の無限ループコンボです。地獄無限ループコンボ、これするとほんと何でもいきます。で、ね、前回はブルーアイズある、カオスマックスドラゴンとブルーアイズカオスドラゴンを並べたんですよ、5体全部で。そしたら、いとも簡単にまくられて、なんかなんだこのゲームってなったので、今日はですねまくられない
絶対にまくられないであろう、まあ、そういうね、モンスターを並べることに成功したので、まあそれを皆さんにお見合いしていきたいと思ってます。で、まあ、何をじゃあお前サーチするんだと、はい、いうことでね、やばいモンスターが、テグダに今かき集められております、はい、残り134秒で一応コンボパーツは揃いましたな。さあこれであとは相手に分からせてるだけなんじゃねえかな。とりあえずリンク召喚しましょう。アークロードパラディオン君を出しまして、まあ、とりあえずね、こうしといて、はい、そしたらですね、デクレーラープロフェシーを発動。デクレーラープロフェシーの効果によって、サイバーエンジェル弁天をリリースしてデクレーラープロフェシーを儀式召喚で、儀式召喚に、使われた弁天の効果が、発動して、さらにディクライアプロフェシーの効果で、弁天を回収する。そうするとなんか知んないけど弁天が手札に戻ってきて、転移速が1枚、手札に増えるとかいうなんかよくわからないことが起きまして、これで手札がなぜか減らないと、とりあえずこれを、3回繰り返します。さあとりあえず、ゴルフボールとりあえず全部出たので、今度は皆さんに召喚ムービーを、ね、史上最強のモンスターの召喚ムービーを見せましょう。テレ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 。ちなみになんですけど、個人的には、使うのは楽しいです。このモンスター、使うのは非常に楽しいです。はい。まあ、使われるのは絶対にごめんだけどな。で、ここか。ワンターン、スリーデクレアラー。今番目6妨害ですね。はい。手札に全部転移速なんで6妨害。あ。え？あれ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 ？おめえを結界派とかいうクソおもんねえかを禁止にしろ。どうして俺で気持ちよくデュエルさせれんだ。初動は来ているな。ちょ、なんの誘発ケアできないんだけど、ちょ、なんかうららとか投げてくんねえかな。想像の代行者ヴィーナスにうらら投げていただけると、あ、でもライフコスト足んなくなるか、それ。あ、大丈夫だ、なんもねえわ、なんもなかった。これ普通に回すとマジで残りライフ500なんだよね。だからなんかこう実はここに裏が結構きついっていう何その謎のしな現象みたいになるけど、これ実はここに裏が投げられると500ライフ余計に離れる。まあ裏が止まんないんだけど別に大したないから。で、ああその代行者ヴィーナスはただ裏が投げられると実はライフポイントが足んなくてちょっときついみたいな話あるかもしれないね。一応ね、あの代行者とかから入ってるとちょっとリンク値1伸びるんで、まあ、とりあえず、ジャックナイツアストラムさんを爆弾させていきましょう。まあ、リンク値1伸びるって別に普通に出してからあの回収すらいいからあんま関係はないんだよ、そんなには。まあ、1体出してからもう1回そのリンクスライにしてでもう1回回収して出しゃ、まあ、あんま関係ないから別にリンク値はいくらでも伸ばそうと思ったら伸ばせんだけど、なんかゲールドグラー置いときゃ、ね、ワンターン5ゴルフボール いやー遊戯王って楽しいなやばすぎるだろ、この盤面マジで心折れるだろ相手。
パーデック、パーデック、パーデック、アルデック、アルデックっていうね。さあ、相手困ってるぞ、これ。すべてのカードを無力化するからな。で、アストラムで、なんか、アルデックとかパーデックに殴れないしな。まあ、パーデックとかアルデック、なんか、一体しょったところで、まだ残ってるからな。余裕で。さあ、どうするんでしょうか。え？やばいの来た。え、ちょっと待って。さ、パーデックってさ、なんか自分のさラバーゴって無効にできるの？は？なんか相手のモンスターの効果が発動した時って書いてんの？これもしかしてこれ無効にできない？いやいや発動したくない、発動したくない、発動したくない、キャンセル。嘘だろ。